初動だけで言うと、初動の2日3日に関してはやっぱり電源じゃないですかね。寝れることと電源ですね、うん、寝れ今後、僕らはいつまでも、何十台も何百台も無償提供できるような組織力も資金力もないんですけど、いろんなところの、例えば公共団体さんとか、なんかも気づき始めてまして、電力会社とか電話会社とかも気づき始めてまして、昔は後方支援のための基地の後方支援者っていうのが、例えば災害とかねいうように、キャンピングカーもどきをよく作ってました。ところがそれは無線機だとか発電機だとか、そのテレビだとかいったものを備えるようなものがあったんですけど、もうちょこっと一歩進んで、最近同業者が話聞いてると、例えば中で3人ぐらい寝れることがいいとか、要はやっぱり現地で指揮やったりするのに、中で寝れることは大事なことだとかね、飲食しなあかんので、やっぱり手洗いとか、ちょっとした冷蔵庫もあるといいよねとかいう話が出てきて、そういうところの車を、キャンピングカーそのものを買われてる業者も、あの会社もあるのかもしれませんし、オリジナルでそういうところを作ってるのも、少しずつ増えてますよね。私はですね、地震だけであれば、津波だけであれば、だけっていうことは悪いんですけど、あれば100年前にも何百年前にも経験してて、それでも日本は真面目に一生懸命やってきて、もう別に引っ越して、それに対してですね、今回はその二次災害の放射能の問題が出たじゃないですか、福島を中心にね。これは大変な問題抱えてるなと思ってですね、その先が見えないっていうんですか、要はビジョンが見えないことほどモチベーションが上がらないってことはないと思うんですよ。こんな辛い話はないですよね。キャンピングカーはやっぱ自己完結ができることが一つと、もう一つはやっぱり初動の時にそういう情報提供が、バッテリーがあるエネルギーいうようなこと、これがすごく大きいな、本格的なキャンピングカーだと今のシャワーが使える、小さな軽キャンでもバンコンでも電源は取れる、それからその車を乗ってた人はそれで避難して、そこの中でそのエコノミー症候群になれずに、なんとかプライバシーが保ってた、で何人かにそのいろんな意味で情報提供させてあげたりとか、バッテリーを使わせてあげれた、こんな素晴らしい経験した人っていうのは、これはきっとずっと語り部のようにあちこちで喋れると思うんですね。ぜひ遠慮せずに、その被災地に出かけてって手伝ってほしいと。もうあなたが手伝わなきゃ誰が手伝うのっていうことをね、もっと全面的に押し出して、やっぱりキャンピングカー屋はね、キャンピングカー屋らしいその支援活動をしていきたいなと。